レーサーマニアック平成最後のグランプリもいよいよ優勝戦が行われます。1億円を手にするのは誰なのか、その行方をしっかり見届けようと。見てください、もうファンの皆さんが早朝から集まっておりまして、どんどんと列が伸びています。午前9時、住之江の正門前には数百メートルにも及ぶ開門を待つファンの行列が。全ては平成最後のグランプリ優勝者をその目で見届けるため。2018年のファイナルに勝ち進んだのはご覧の6選手。まずはお揃いのキャップが決まっている地元大阪の親子にインタビュー。今日は親子でグランプリ観戦ですか？そうです。いいですね、親子でちゃんと衣装もバッチリ。おはようございます。おはようございます。もうグランプリジャンパー、これかなり着こなしてる感じですね。本人からも、あ、そうなんですか。キランと光るのが4024番、井口義則選手。井口選手はどんなところが好き？顔が好き。顔が好き。今日は井口選手2号艇で登場です。どうかな、勝ってほしいですね。分かりきってはおりますが、一応この質問を。ズバリ優勝予想は誰？白井選手。白井選手どういうこと？白井選手実は好きなんです。じゃあ白井選手についても聞こうかな。なんで白井選手が好きなの？あの頭が好き。頭が好き。あ、髪型が。ここがとんがってる。とんがってる。顔が好きな井口選手と髪型が好きな白井選手が2人ともいて、楽しみな優勝戦になったということですね。お父さんは誰だと思いますか？僕は峰選手ですね。一号艇でしっかり。でも水濃でこのグランプリっていうのは、この地元のファンにとってはどんな大会ですか？そうですね、まあ、ちょっとお祭り的な、もうこんだけ人も多いんで、はい、もう楽しみにしてます、親子で、はい。歴史的な一戦を前に、ファンの皆さんはすでにお祭りモード全開。いや、いよいよグランプリですよ。はい、ちょっとじゃあ胸を見せていただけますか？白井英二半端ないって。なんと白井英二オリジナル T シャツ。あ、英二半端ないってって今村選手が言ってるんですね。でも今年は言ってみれば、あの涙の白井英二選手の徳山 SG 優勝が泣きましたからのグランプリ行けそうですか？はい、今日は白井英二選手が優勝します。あの9時前ですけど酔っ払ってないですよね？まあ、お酒は一滴も飲んでません。小野聖奈親衛隊の男性グループ。もうここはじゃあ小野聖奈選手ブースって感じですね。こちら、これタオル作ってますけど、どんなとこが好きですか？どんなところが好きですか？まあ笑顔ですね。ちなみにグランプリは誰が優勝すると思いますか？井口で。今日のグランプリは誰から買いますか？ミネ。そこはイージさんです。ありがとうございます。早くもボルテージはマックスに。さあ、いよいよですね、平成最後のグランプリ最終日、12月24日開門となります。ちょっと仰々しい感じになってまいりましたね。ご覧の厳重な警備体制。あの、安全のために今一斉に警備員さんとファンの皆さんが並んで入場することになりました。ついにファンの皆さんが一斉に場内へ。これはすごいぞ、これはすごいぞ。平成最後の人波だ。ファンの中にひときわ目立つゴールドのバルーンが。いや、ここ住之江ですけど目立つわ。これは持たされてるんですよ。何でもこのバルーンは岡崎選手ファンの先輩に持たされているとのこと。彼女自身は、峰選手、峰選手に。いや、絶対峰選手のファンだなと思いました。あ、本当ですか？ついに峰選手が黄金のヘルメットを被るんじゃないかって時がやってきた。興奮しますね。峰君のファンなんてどのぐらい？もう2年ぐらいですか。きっかけは？浅いですけど。きっかけは？きっかけ、G1
なんか炭の絵で優勝した、うん、あれからですね、お友達は誰のファン？あ、ヤスくんです。ヤスくん今日ライバルじゃん。そうなんです。あ、ライバルじゃん。1号艇と4号艇、はい、小ヶ崎くんどうですか今年？あ、今年めっちゃいいと思います。集まったファンの最初のお目当てはグランプリ優勝戦出場選手インタビュー。ファンにとっては決戦を前に選手たちと触れ合える最後の機会。そして1号艇峰竜太選手、2号艇井口義則選手、3号艇白井英二選手。いよいよグランプリ優勝戦に出場する選手たちが登場。ファイナル12レース、グランプリ優勝戦に挑みます。どうぞ皆様、大きな大きな拍手をお願いいたします。グランプリ優勝戦1号艇峰竜太選手です。おはようございます。おはようございます。インタビューが行われている舞台の下では選手とファンの触れ合いタイムがスタート。井口選手の顔と白井選手の髪型が好きだと話していたあの少年も、白井選手とも井口選手ともそれぞれにコンタクト。ありがとうございます。先ほど彼女が持たされていたゴールドのバルーン、本当の持ち主は彼だったみたいです。あの頑張れがバレガーになってる、バレガーになってる、逆あ、いいですね。岡崎選手のファンの彼女も頑張れというところでスタンバイ OK です。それにしても持ちきれないほどの花束の数。いやー、岡崎選手見てください、なんと持ちきれません。優質インタビューも終了に近づき、もう終わろうかというその時、ギリギリで駆け込んできたのは峰選手ファンの彼女。こうして優質インタビューが終了。すごい人だったね、はい、どうだった？迫力あった。あったね。さっき目立ってましたね、あのゴールドのバルーン。あー、もう優勝してほしいと思ったのゴールドにしてきました、はい。岡崎選手、峰選手で岡崎選手のファンってことですよね。どういう関係なんですか本人は？あ、まあ、バイト先よくバイト先の仲間がボートレースでつながりましたね。僕はちょっと教えていったみたいな感じです。教えてもらいました。峰選手どうでした今日？今日かっこよかったです。撮れた、うまく写真撮れました。友達も岡崎選手としっかり、はい、かっこよかったです。マスクも取ってその時はすっぴんで恥ずかしかったですけど、まあ、せっかく墨の湯の優勝戦、まあそうですね、みんなで来れてよかったですね、はい。午後4時30分、ついにグランプリ優勝戦が始まります。いよいよ優勝戦の時がやってまいりましたね。こちらの彼は、あのちょっと一人お友達が入れ替わってますけどあれ、さっき言った可愛い子ちゃんは？あ、用事で帰りました。まさかのメンバーチェンジ。誰のファンですか？まあ、やっぱ峰君ですかね。ちょっとここまでの峰君の道のりどうですか今年のグランプリ？まあ、昨日素晴らしかったですよね。あの峰選手の5コースからのまっくり出しはどうでした？あれはもう峰君にしかできないですよね。確かに。じゃあもう彼女のボートレースの先生が2人いるって考えたらいいね。はい、なるほどなるほど。じゃあ岡崎選手不安の彼と峰君不安の彼ってことですね。はい、ちなみにここまで今日は成績どうですか？全部負けてます。なんかでも若干明るい笑顔ですよね。いや、多分逆に全部負けてるから最後取れるんやろうなって思ってます。
ちなみに河野優勝戦ズバリ何を買いましたか。ズバリ124と134 2万円ずついてます。そして岡崎選手ファンの彼、もう恐怖な件は何買いました。4全然です。これは応援船券の買い方ですね。そうです、素晴らしい。この優勝戦で見れるとは、頑張ってほしいですね。そして肝心の彼女、船券を見せてもらえますか。見せてください。恥ずかしいんですけど、はい、これは当然峰選手からですが、2、3着はどうやって買ったんですか。やっぱりアドバイスもらってどんなアドバイスだったんですか。いやもう134いっとけとかそんな感じアドバイスそれでも一応峰君が優勝してくれればいいんですもんね。はい、もうもちろん。改めて峰選手の思いはどうですか。もう本当に全力で力出し切ってほしいですね。今日の優勝戦、さっきのスタート展示ではちょっと武島選手、菊池選手が動きを見せるもみんな抵抗して、これどう見ますか。オールスローなら諸田そしてピットアウト。うわいけ、頑張れ。うわあ、包まれる。大丈夫。さあピットまではわずかに4号艇の岡崎が遅れまして、早くも6号艇回り込んで菊池、その懐に3蓋、そして1号艇でしょうか。激しいコース争い。お母ちゃん、なんということでしょう。ちょっと菊池選手がコース入りました。5号艇が回り直しまして、ブス島回り直した。ブス島選手が今一斉に拍手が巻き起こりました。終わった。オールスローじゃなくなった。1位が6コース角が留守島選手、これでもモロタって言いますか。負けました。4番5番で間もなくスタート。2秒1秒、今スタートしていきました。このスターターセンターから6号艇の菊池康平で、内側から1番2番も伸び返して、1マークはインから先前1号艇の三木隆太握っていった。人気の中心1号艇の峰竜太突っ込んでくる。5号艇の外から6号艇、内から2番3番4番ですが、うわー、どこ行ってんねー。どこ行ってんねー。3号艇で最終ターンマークを回って、最後の直線構成で入りました。昨年のリベンジで見事平成ラストの頂点となって、1号艇の峰竜太が1億円バックの先頭で1号3でまもなくゴール。優勝1号艇峰竜太、ゴールイン SP-V2、 5番ゴールイン、6番ゴールイン、4号艇の岡崎、最後尾に4番がゴールイン。おめでとう。うわすごい。わスタンドが大きな拍手を送ってもらえた。わーガッツポーズ。やりましたね。嬉しい。いやすごい。そして先生、ミネ君は良かった。ミネ君かそしてもう岡崎選手を応援していた彼ですが、なんかジーンとしてませんか。なんかちょっと涙ぐんでるようにも見えますけど、来年頑張りましょう。不問ですけど成果は全負けです。優勝は峰竜太選手。峰選手がゴールした瞬間、スタンドから晴れからともなく溢れ出した惜しみない拍手。すごい。スタンドが大きな拍手を送ってもらえた。もちろん勝つのは嬉しい、負けるのは悔しい、でもそれ以上に素晴らしい勝負をありがとう。そんな風に心から思った平成最後のグランプリなのでした。以上、
住之江からのリポートでした。